みなさんこんにちは、金幕に。二千十八年。ポップコーン。わかんない。<laughs> 最後のポップコーンです、ね。最後のポップコン。まあ今年最後のエピソードということで。はいうん、今回はあの二千十八年の映画を振り返りたいと思います。もう終わった、終わっちゃうの、二千十八年。終わっちゃね、早かったですね。はい。私のことながら。はい、私が土方です。<laughs> 私ダニエルです。<laughs> はい、こん、この一年ずっとダニエルでした。はい。<laughs> はい。はい、じゃあまずはですね。あの。 良かった映画から行きたいんですが、はい。あの IGL Japan で十二月二十九日にあのそれぞれ銀幕メンバーが良かった映画、うん、トップファイブをそれぞれはい記事で掲載する予定です。そうです。それはねまだまだ、うん、あの発表しないですね。そうですね。はい、そのトップファイブはそちらの記事の方を見てほしいんですけど、今回の動画ではトップファイブには漏れてしまったけどでも良かったっていうまあトップテンぐらいには入るかなっていう映画をいくつか。 はい、ご紹介僕、ね、から行くんですか、えー、とまず今年ですねあの、まあ、6月ぐらいのタイミングであの上半期ベスト動画し、ね、出しましたねですよね。なので、まあ、その中でね私がピックアップしたのは「ヴァレリアン」だったんですね。はい、あんまり反応のそこまでよくない映画なんですけど私の中で結構響いたものなんですけど、うん、それはトップ5までに残ってるかどうか皆さん楽しみにしてるかなと思うんで。 そうですね、なんとも言いません漏れたもので言いますとほかに言うとまずですね、うん、どうしようかな「ミッションインポッシブル・フォールアウト」はい、すんごい楽しい映画だったな、うん、見るのはすごいなんか体験的なジェットコースターみたいな感じだったんであの結構これを迷ってギリギリトップ5に入れなかったものです、はい、けどよかったですすごくよかったです トム・クルーズはまだ走り続けているっていう、ね、いうやあのなんていうんですかねあんなにさこだわりを持って、えー、あんなに何ていうかなスリリングなエフェクトを作るためにそんなに体を使ってさ危ないことをし,してくれたっていうのはうん、うん、非常になんか嬉しいなとあの、うん、なんていう本当に実際そういったやばいスタントとかやってるだからこそ映画館で見るとほう っていう気持ちなんです、うん、もうリアルに見えるからリアルでやったからリアルに見えるそうですね、はい、トム・クルーズはあの去年がマミーでしたっけはいマミーがなんか今一だったんだけど今年はすごいいい,いい方のトム・クルーズがそう、ね、<laughs> マミー見なかったすみません <laughs> よかったっていう感じですね <laughs> はい私はですねちなみにあの前半のトップで確か選んだのシェイプオブ・ウォーターだったかなあはいそれは入っているのかいないのかなるほどなるほど っていうのがありつ,つ、はい、<laughs> あの他で紹介したいので言うと「あのサーチという映画があ、はい、あ割と最近ですけど今年公開されてすごく良かったですね、うん。パソコンの画面で行うーーそうなんです全てがパソコンの画面で、まあ、画面で展開されるんですね物語が。はい、でなのに、まあ、それがずっと映画の時間ずっとそうなんですよ それだけでプロットを伝えることはもちろんそのクリックの動きとかで感情まで伝えられるんですよ。<ー>それのやり方がすごくうまい。なんかビジュアルとして見せ方がすごい新しいし、それがうまくできていることに感動しました。なるほど。ただ私これあの劇場では見てなくて、<laughs> 実際パソコンで見ました。<laughs> そうあのパソコンで見たんですけど、実際に劇場でそのパソコンの画面を。 見るのはどういう体験なんだろうとは疑問、ね、に覚えつつも、はい、でもある意味不思議じゃないですかパソコンの中で勝手にパソコンの動いてる映画を見てそうです、ね、パソコンの画面の中にパソコンなので、はい、ちょっと一瞬混乱しましたね <laughs> 自分が動かしてるのかと思ってはう <laughs> でもこれすごいおすすめですあとちなみにあのアジア人の主,主人公なんですよねアジア人の家族なので、うん、今年 アアジア人ハリ,ハリウッド映画でアジア人主役ってそこまで多くないので、うん、もう一本今年ありましたけどそれはちょっと後ほどクレイジーリッチ、ね・クレイジーリッチという映画もあったんですけど、はい、それとあともう一個すごいサーチっていう、はい、こっちはあのミステリーなんですけど2ついいアジア人主人公にしてるやつで2ついいクオリティの高いものが今年出たので嬉しかったですね。はい、クレイジーリッチ好きでしたはい、うん それ以上言うとネットバレーになります。はい。<laughs> あとはえっとあとですね、二人とも多分えっ、ー、と迷っててもでいらんってな、あのベースト5に入れてないのはアベンジャーズじゃない？ああそうですね。アベンジャーズインフィニティウォー。うん。これはすごい良かったですね。はい。あのその後であのジャンル別にスーパーヒーロー映画も取り上げたいと思うんですけど、まあすごい。 インパクトのあるーの中でかなりインパクトは今年のは特最後クライマックスはインパクト大ですねはいそうですねはいまあなので私も迷ってあの実際ベスト5の中に他のヒロ映画が入れてまして <うん S 1> なのでアベンジャーズじゃないものなんですけどアベンジャーズも非常に面白かったしあの,あのシリーズの中でもすごくなんていう特にそのアベンジャーズ タイトルにアベンジャーズという言葉に出てるものいわゆるメインアベンジャーズ映画でいうと一番ベストだと思うんですけどうん、うん、続編パート2はすごく楽しみそうですね来年の4月ですかねはい、はい、めっちゃ期待してるんですけどあれだけのキャストを出してね物語を一緒に成立できてたのにか <laughs> いまあまあ、まあ、あそこで終わるっていうことに関してはまあ映画の評価としては、まあ、も,もしかしたら 良くないっていう人もいるかもしれないですけどね。まあでもすごいたくさんのキャラクターが出てくるストーリーの中でちゃんとあの誰が何をしてるのか結構はっきりわあのわかるように編集されたり、うん、結構その辺すごくうまかったなと思って、うん。そうですね。映画としても。まああと物語を進めないといけないので必要結果的にあの無駄な要素とかが排除されてて。ああなるほど。その。 い展開とかが全く一切ないスーパーヒーロー映画でしたね。最初から最後までジェットコースターみたいな。本当に銀幕にポップコーン映画。ポップコーン賞があったらインビニオーかもしれないそうでしょっていう感じですかね。それで。他にランクで漏れたので言うとそうですね。ネットフリックス映画に結構いいのが。 いいいっぱいあっぱあたんですよ今年ははい、トップ10に入るかどうかはわからなくけどあの「ロマンティックコメディでセット「セットアップ」っていう映画があったんですね。はい、あの秘書があのボスにすごい酷使されている秘書の2人男の人と女の人、うん、別,々別々のボスにあのついてるんですけどあまりにも。 ボスがひどいからの要求がひどいからもう男のボスと女のボスなのでお互いの上司をくっつけてしまお互いがあの夢中に恋に夢中になっていればまあ態度も柔らかくなるし自分たちをこき使う時間もなくなるんじゃないかっていう話のロマンティックコメディなんですけどすすっごい王道なんですよだけどこういうコテコテの,あのロマンティックコメディって最近そんなに見ないんで。 ネットフリックスで出たの良かったです。<laughs> なるほど。そして、あの面倒くさいボスのテーマも結構理解できたということですね。違違う違うなんかすごい。なんすなんか言われてないけど、なんか言われてそうな感じ。<laughs> はい。はいはい。あのネットフリックス映画で言うとね、アナ、アナーエレーションも結構好きだったんです。ああ、はい。はい。はい、そうですね、はい。あの。ナタリー・ポートマンの。 まあ私は最近ナタ・リー・ポートマンその映画最近見てるものあんまりないてか最近何出てるんでしたっけ、まあ、すごい久々のナタ・リーポートマン。あっそうかジャッキー見なかったなのですごくそれはうれしくてあとなんていうかなそのストーリーテリングとかあとそのなんていうテンポっていうかペーシングはちょっといまいちだったんですけどビジュアルの表現とか。 そ,のそもそものコンセプトとかすごく面白くて好きだった今でも覚えてるワンシーンがありますねそう強烈だ複数ありますよあ, <laughs> あれですかねあれは、うん、はいあります私の中だと現代ホラーの中の名シーンが <laughs>、ね、名シーンの一つに入るものがあるので、はい、あれとても良かったですね、まあと、はい、女性だけの,あのチームなんですよねそれもまたそうですね確かに あの今年あの女性ものチームものでいうとオーシャンズエイトとかも結構良かったんですけどその女性ものそう言われてみれば2つあるかもし,もかもしれないですねいいですねそうそうそうっていうところですかね他にもまあいいのあったんですけどこれからあのジャンル別の話に入るのでその中でも触れたいと思いますははいいただ変ですかねいわゆるその ベストファイブね、まだあの記事は発表してないから、うん、掲載してないから発表できなくて、うん、でもベスト映画を語るけど。それだけを抜けるのって大丈夫かな。なんか今思うとね。ね <laughs> 一本だけ、一本だけ、ティーザーとして言っちゃう。ああ、そう、そうですね。どうでしょう。じゃあ、行きましょうか。行きましょうかええと、じゃあ、一本ずつね。はい。どうしようかな。ええー、と。 まあさっきじゃあクレイジー・リッチの話出たんで他に語るとこないかなと思うんでクレイジー・リッチ私あのトップ5に入れましたクレイジー・リッチねすごくなんかそこまでなん特に期待してなかったんですけどもうやばい映画ですねまずロマンチックコメディ映画なんですけどあのまあさっきそのネットフリックスのそのセットアップでしたっけ、うん、あの話もそうなんですけどロマンチックコメディってさ結構 バカにされるジャンルだと思うんですけど実際いいのを作るのは簡単じゃないですね,そうですねちゃんとロマンチックじゃないとそしてちゃんとコメディックじゃないとアウト、うん、じゃんだから今までなんかやり尽くされた展開とかいっぱいあるの、ね、でなかなか新しいものを作るの大変なジャンルでもあると思うんですよねなのでその,その2つのミッションちゃんとコンプリートしてるんですあのクレイジー・ビッチちゃんとロマンチックの部分、うん、ロマンチックコメディのところはすごい 面白くて笑えるとかいっぱいいいあるけけどそれだけじゃないあのいろんなそのアジアの何、えー、て言うシンガポールが舞台じゃんシンガポール生まれシンガポール人海外生まれアメリカ生まれあー中国人いろんなこう何て言うルーツの持ってるいろんな何、えー、て言う全然違う文化の持ってる人たちが一つの場所にまとめて合計 されて、うん、あのすごいなんか文化的な大事な映画な気がしましてで特に今年ですねあのブラックパンサーも出たんじゃないですかブラックパンサーブラックパンサーは同じくまあキャストが全員、まあ、ほぼほぼ全員黒人でいろんな国から例えばイギリス生まれ黒人とかあのアフリカアメリカンの黒人とかいろんな、えー、方々があの出てるんですけど。 その場合はワカンダという国、まあ、実際存在しないアフリカの中の国の、えーえー、人たちとして演じてるんじゃないですか。なんですけどす、ね、クレイジーウィッチはそうじゃなくてみんながバラバラの文化を持ってる中でバラバラの,の背景を持ってる人たちが自分たちのストーリーを伝えてるのはよりなんていうあの馴染みやすいかなと感じまして。うんうん いい映画でしたね、うん、クレイジーリッチはすごいおすすめです、はい、まだ見てない人はぜひ、はい、このタイミングで見てください、うん、土方さん一本あります私はですねあのネットフリックス映画の「バスターのバラード」っていうのがすごく良かったですね、うん、公演兄弟の映画なんですけど、はい、6つのチャプターからできてるあのアンソロジー映画なんですよ、はい、あ,あそうなんですかねそうなんです,、はい、す短いのが6つ入ってて、はい、全部すっごい まあ最初の一本を見れば分かると思うんですけど結構暗,暗,暗いのと、うん、あとまあブラックユーモアを交えた感じまあ、公園兄弟らしい感じの作り方なんですけども信じられないくらい綺麗なシーンとかがすっごいいっぱい出てくるんですよ。<laughs> <ー>あの西部劇なんですけど、ね、西部劇をまあちょっとからかいつつみたいな感じのちょっとひねった西部劇んなんですっけ これはネッ,ッ、ね、ネットフリックスでそのはずです。これはすごかったです。結構ですねあの私のまあ友達なかとかも、うん、まあ評判が良くてちょこちょこツイッターのフィールドとかでその,そのおすすめの投稿とか見たりしたんですけどまだ見てないんですよね。バカだな私。すぐ見れちゃうので絶対に好き好きそう。あ好きだと思います。<laughs> なのでこれもおすすめです。<laughs> OK チェックします。はい。 というあとあの期待してたけどいまいちだった映画っていうのもちょっと触れたいなと思いますはい何かあります私ね今年非常にいっぱいある <laughs> もう本当にいっぱいある今年あそうですかうんいまいち映画すごい楽しみにしてたのが多かったってことで、はいはい、もうすごいいっぱいあるあのまずですねあの私の中ではいまいちじゃないんですけど多く皆さんの中でいまいちっていうのは半ソロうんそうですね 好きだったんですよハンソロあのなんかこう,こう制作の問題とかはパッとすぐに見えるんですけどすぐ分かるんですけど好きだったんですけどすごい評判大変低くて興行成績もねあまり良くなかったですよね、はい、とまあ私の中で本当にいまいちっていうか本当に外れ作っていうと、うん、プレディタープレディターは一つですね、うん、はいシェンブラック 監督だから期、はい、期待してたていた期待ししててたたんです、ね、だってシェーン・ブラックって初代「プレディター」に出てるしねはい出てますし,俳優としてあの最近「ナイスガイズ」っていう<ー>すっごいいいの撮ってたんですよコメディではい、はい、だから私もすごーすそ。そしてまあ予告編のとか見たりしてああまあでもこれ楽しそうかなと思ってうん、うん、いわゆるこうあんまりこう考えすぎしたうとあれなんですけどまあ楽しそうな映画。 うん、と思ったんですけど実際見に行って微妙な展開がいっぱいありすぎての本当に私の中で結構外れだったなるほど他まだあるけど土方さんあ私だとですね「レディープレイヤー1」は結構私的にはいまいちだったんですけど結構好きな人いっぱいいると思うんですけど私なんとなく結構好きだったあそうあの結局なんかレファレンスとかの方が、はい なんかメ,インメインに来ちゃってる物語よりもそのなんか80年代カルチャーへのなんかレファレンスとかの方がなんか割と2焦点が当たってる感じかなと思ったので物語としてはにとってははにっっだたあとあの世界観の見せ方があまり上手ではないかなと思ったんですよその未来のオアシスっていうゲーム世界の見せ方とかそのどういう仕組みになってるのかっていう。 現実世界に行ったらそれはどういうふうにプレイしてる様子はどう見えるのかとかその辺はもうちょっとなるほど私結構ある程度なんていうそのまあレフェランスが多い中でちゃんとストーリーテーリングのバランスよく取れてるなと思ったんですけどまあすごいスピルバーグっぽく、うん、もしかしたら私あのスピルバーグのアドベンチャー映画そんなに好きじゃないのかもしれないそうなんですかねなるほどうんあの 怒られそうですけど、インディ・ジョンズとかは好きだけど、あの、イティとか、イティは好きじゃない。そんなにすごく好きではないんです。皆さん聞いてますかイティが好きじゃない人、存在するんだから怒られるかなと思うんですけど。いや、てかびっくりです。あと、グーディーズとかも、そこは好きじゃない。なるほど。だからかもしれないですね。なるほど。あと、まあ、いまい チのものでジュ,ジュラシックワールドもあはい、うん、期待してたんですか期待あの予告編またね予告編に騙されたかもしれないですけどあ予告編確かに良かったあのあの島イズラヌーブラを壊す、うん、で人間たちはきゅう恐竜を救いに行くという設定がいいなと思って勇気持ってんだと思って面白いそうと思ったんですけど。 それは割と冒頭だけだけったんですよね、うん、そこから全く別映画になってそれ全然いいんですけどなんかまあ特に面白くもくもった。<laughs> そうですねその辺は私、ね、が個別のレビューでも結構語ってるので、うん、気になる方はそっちもチェックしてください、はい、そうですねあとは私は「ハリー・ポッター系」系ファン,タビーファンからするとまあファン旅も、うん まあ、残,残念な部類でしたねでもすっごいヒットしてるんですよねこれはいはい <laughs> 特に日本で。はいはいまあさすがハリー・ポッターですすごいですよねいやでもなんかイギリスとかよりも日本での公共成績の結構良かったりしてかだからこそあの日本の公開に合わせて結構キャストとかがすごい全員来てくれるじゃないですか<ー>だから本当日本のはい、はい、日本受けがいいんですよこの作品、はい、いいからその宣伝とかも結構重視してくれてるのかなっていう感じだけど まあただね残念ね <laughs> 内容としてはちょっとまあいまいちなところが多かったなるほど作品ではまあ,あの正直映画としては本当にぐちゃぐちゃで、うん、あんまりうまくできてないような印象はどうしてもありましたね、うん、期待はしてたけどそうですねはいそうですね まだですね、うんえっと、ハリー・ポッター、じゃあついでに言うと、これ、すごいマイナーなものなんですけど、うん <laughs> あの、ルパート・グリント、ロン・ウィーズリー役のね、はい、ルパート・グリントがあの主人公として出ているあのテレビえドラマ、うん、シック・ノートというものがあって、はい、イギリスの番組です。 しかもルパートグリーントとアンドニックフロストなんですよ。<ー>私の大好きなニックフロスト。あのショーノーザーディートなどなどのはい、はい、ニックフロスト一緒に出てるのに。サイモンペグといつも。そうそうそう,そうかなり期待しちゃうと思うんですけど。しかもシーズン2にリンズイローハン出てる。 ええええ <laughs> すごいですねルーパート・グリ,ントグリントもすっごいあんまりあのハリー・ポッター以外ではあんまりそうです、ね、活躍を見,見ない彼本人結構うまくやってるんですよ今回あの俳優として本当ですかなんですけどストーリーはもうひどいですあの元のコンセプトは、えーまあ、これこうブラックコメディみたいなものですね、うん、で、えー、ルーパート・グリントその主人公の人が、えー、ガンだと先生に言われてどうしよう ただし、ちょうどその彼が今こう人生に困ってるあの時期で彼女と別れそうあの仕事もちょっとギリギリやばいとこなっててがんになってるからそれで何ていういろんな人からこうかわがれるというか <laughs> 心配されるから仕事はじゃあもう。 大丈夫だよ心配しないでなんとかしてあげるよ」とかボスから言われたり、うん、彼女も「あ,あなたのこと絶対に守ります」とか言ってくれたりするんでなんかがんになってよかったみたいな気持ちが <laughs> <止>気持ちが表れてでそっからその医者がそのあニック・フロストね医者がちょっとバカないつもちょっと簡単なことのうまくできない医者で「あ実は間違ってました <laughs> あなたがんじゃないです」って言って <laughs> ごまかすってことなので。<laughs> っていうコメディです。そう、コンセプトとしてはすごく面白いと思うんですけど、まあ、そこからいろんな絶対にありえない展開が一つずつ並、うん、ばれて、これはもう信じられないような話だと <laughs> なるし。しかもコメディなんですけど、ヒューマーはまあ笑わないですね。ああ、そうですか。はい。なので最後まで見ました。シーズン1シーズン2 <laughs> <laughs> なぜシーズン三は来年出るか。<laughs> <laughs> はい、ドラマって一度始めてしまうと、最後はね、見ないと、気が済まないっていうところは。あるかもしれないですね。はい。そんなところですかね。あ、あと、ごめん、期待、もう一つ。あの、期待落ち。はい。まいちの、ものは、ファ、トゥームレイダーファーストミッション。ああ、そうでしたね。あ、私も結構期待してました。アリシアビキャンデルが。主演だっていうことで。アリシアビキャンデル、もちろんアカデミー賞も受賞してる、演技派の女優さんなので。はい、はい。 アクション彼女の演技とかかすごくっそうしかもその最初の予告編でいろんなそのツームレイダーリブート版のツームレイダーゲームからのいろんなシーンを再表現してるうん、うん、結構うまくできてましておおこれ面白いなと思ったんですけどしかもそのリブート版のツームレイダーのストーリー面白いんですね卑弥呼さんの話なんですけど <laughs> 面白くできてましてまあその辺の話だったら結構面白いかもしれないと思って楽しみに見に行ったんですけど でしたねっていう感じですねっていうところが期待してたけどいまいちだった映画なんですが、はい、今度はあのジャンル別にあの今年の映画振り返りたいと思います、はい、ポジティブのところにいきましょうスーパーヒーロー映画ん今年もたくさん出ました今年マーベルのクオリティがとても高かったなっていう印象なんですけど、はい さっきも話しましたブラックパンサーとインフィニティー・ウォーがありまして、うん、あとアントマンハスプのデータ、はい、この3本ですね、はい、まあまあというか MCU でいうとあとはデッドプール2があって、ねはいはい、あとちなみにこう日本でまだねあの出てないんでどうにも、ま、僕らも見てないんですけどねあのスパイダーマンのスパイダーバース、うん、もう海外でこんなに評判高くてそうですね 映画オーズアイエーも撮りました。おお<ー>、はい。アニメ映画ですね。これとても楽しみ。はいはい。まあなので、まあまあそれはマーベルじゃないか。それはソニーか。まあ、ソニー、ソニー、マーベルです。<laughs> まああのマーベルはね、すごい頑張ってるというか、非常にレベルの高い映画ばかり出しているような印象になりましたね。うんうん、また、あ、悪役をすごい頑張ってる感じがありますよね。うん、今までずっとまあずっと。 マーベル映画って悪役がいまいちだよねっていう言われてたんですけど、まあ、全部よかったかなっていう、うんまあ、特にブラックパンサーですね、うん、ブラックパンサーの悪役は、まあ多分シリーズ最高だと思いますね確かに、はい、そうですねあのアントマンヒロ映画の中で言うと一番好きだったのはアントマンワスプです,あですかアベンジャーズは重いじゃん うん、すごく好きだったんですけど、うん、重くて、はい、アントマンはすごく軽いんですけど、うん、あの見るのは楽しみ楽しい見るのは楽しいんですけどあそれだけじゃなくてあのちゃんとストーリーも面白いしその遊び心を持ってそのアントマンが小さくな,るな,なったり大きくなったりその中途半端なサイズになったり、うん、それをちゃんと使って、えー、スラップスティックなんですかね、まあ、ビジュアルヒューマン。 ビジュアルユーマを表すためにあのそういったギミックをちゃんと使ってまして非常に面白かったとワスプもかっこよかったっっこたたというでですすねね、はい、あとはあの一応ヒーロー枠に入るインクレディブファミリー私はとても好きですはいそうですかね笑えるっていう点だとインクレディブファミリーかなり良かった <laughs> なるほどでもいまそうダニエルさんはいまいちだったと思うんですけど私,、ねはい、私は結構楽しかったです 赤ちゃんのね。はいはい、その、その部分は面白い、ね。<laughs> 赤ちゃんのやつとかは、まあ、子育ての下りとか。はいはい、まはあ、ピクサー、ククピクサーは、まあ、あのユーマアという点ではもう。固定、固定のクオリティがあるというか。うん、安心できる。はい。ものを作ってくれるっていう感じですね。はい、確かに。まあ、ただ評価が分かれる映画で言うと。上野。上野。出ました。ね、はい。 ヴェノムは意外と好きだったんですけど、うん、まあさっきハンソロの話に戻るんですけどね制作、うん、の,の問題は結構地味に見える <laughs> すぐにあここであのなんていういろいろ話題だった制作問題がここだっていう結構わかりやすくあの画面に見えるようになってまして、うん、ハンソロハンソロもヴェノムも両方なんですねヴェノムはまさにそうだと思います <laughs> <laughs> はいご飯とかねなんかいろいろでも人気は高いですよねいやかなりあの売り上げがよくてもう続編決定になりました、うんはい、まあねあのだから惜しい若干惜しいという感じっていうか特に悪役の話はねもう本当によくないというものでもあってあのリザーメイドがもったいない存在になってしまったんですけど いいところはすすごく良かったんですね笑えるシーンいっぱいありましてそのトム・ハーディ対トム・ハーディの <laughs> あの,あのそうですねいやでも不思議でしたよこれなんか笑ったんですけど、はい、なんか自分の中でどういう笑いかが整理がつかないっていうかなんかプっていう笑いなのかそれとも本当に映画と一緒に笑ってるのか<ー>なんか微妙なラインじゃなかったですか、はい、この映画。 確か,になんかあとなんか気まずい感じの笑いとかも出ちゃうはい,はい。おおみたいな面白かったですかねまあ面白かったですかね <laughs>、うんねんか見てよかったけど、うん、期待通りまではいかなかったっていうかうんうんうんそうそう、まあ、あとは「デッドプール2」デッドプール2まあ楽しかったですそうですね、まあ、一作目のレベルには私的には達してないけど、うん、まあ笑えるものでは うん、まあねあのなんていうコメディの部分は結構面白くてただしやりすぎのところもありまして、うん、バランス的には私の中ではまあ7点ぐらいの映画かな10点満点の中で、うん、なんですけど、うん、まあ十分楽しめたっていう,、ねうんうん。では、えっと、スーパーヒーロー映画の映画以外のブロックバスター系の映画にもちょろっと触れたいと思うんですけど。はい まあもう半ソロは触れたので、はいキングスマン今年だったんですよ。キングスマン今年だったんですね。一月。そうですね。もう覚えてますね。あの本当にこう、えー、年明けで、うん、すぐに映画館に行って、あそうですね公開初日に見た気がします。そう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 その見てる間、すごい静かなシーンの中で誰かのあみんなのあの自信 地震アラートみたいな。<ー>覚えてますあったかも。<laughs> そう言われてみればあったかもしれないですね。何百人の携帯 <laughs> が地震結構怖かったですよね。自信です、ね。キングズは意外と私さっきあげなかったですけど、期待してたけど、いまいちだった部類に入っちゃいますね。そうですかね。ちょっと微妙なラインだな。い取りではない。楽しい。うんはい けど、例によって1作目ほどではないかなちょ,っとちょっとコントロールが1作目の方が効いてた感じですよね、うん、うまく物語の作り方とかも,もうちょっと丁寧だったのがなんか1作目だとそのブラックユーモアが結構いい調節だったんですよ、はい、なんか不謹慎だけどおすごいみたいな感じだったのがはい、はい、今回のブラックユーモアとかはか結構なんか <laughs> あのタガが外れちゃってる感じかなあんまり。 ななんだろうな私正直1作目もまあ微妙ラインだった私の中ではですか面白かったけど<え>もう少し欲しかったっていうか特にキングスマンというこれもう細かい話になってしまう<え>あのそのキングスマンというその何ていう、まあ、グループがいるなんてもう1作目だから誰も知らないじゃんもう、うん、今までコミックとかあった,あったんですけど、うん、で一気にそこからこう新しいメンバーが入るとかしかも いろいろうまくいかないものがあったりしてでもそのまだ1作目も2作目もまだそのキンズマンたちがちゃんと活躍してる的なシーンはまだなまだ見せてもらってない気がしまして 2>, 2作目でもそう1作目でも2作目でもあそのコアメンバーがちゃんと一緒に行動はしてるんですけど2作目だったらほらそのステーツメンアメリカ版のステーツメンの協力なければ、うん どうにもなんなかかったとか、うん、まだこう、まあ、アベンジャーズみたく超キッカースな状態で誰より,だ誰より強いこう形をまだ姿をまだ見せてくれてない気がしますあでもそういう意味ではなんかマッシュボーン大やることが大胆ですよね。だって1作目でキングスマンっていうセットアップしたかと思ったら2作目ですぐ捨てちゃうんですう,うしかもあの今作ってるものって次は前日だんじゃないですか。あそうなんだなのでそうだから次の 多分次に、まあその時期とかわからないんですけど江戸川江戸川じゃないあの主人公の子が出ないエグジーか、はい、が出ないものを次作るって言ってるんですよんんこんな人気シリーズなのにあの前の時代をキングスマンができる前とかをらどっちかというとそっちの方が興味あるかもしれないじゃあ意外と今作ってるのはいいかもしれないですねそれとは別にまたあのエグジーの物語を描くものも作ってるっていうんですけどなるほど ブロックバスターでいうとそんなところですかね他にもすでにねフレデターとかラシクワードはすで触れているのじゃあ次ホラー映画はいついて語いたいと思いますホラー映画私すごい当たり年でした今年はクワイエットプレイスそうですクワイエットプレイス大好きだったんですよあすごいよかったそうですよね で取り上げたた <laughs> 忘れてい釘といえばクワイトプレイスとあとあの番組でも取り上げました「ヘレディタリー」っていうのが2つ私すごい好きであ,<ー>、まあ、あとアナイアレーションもホラー映画の部類に数えるならばアナイアレーションっていう感じ意外とあの怖いものすごく怖いっていう感じではあの もものじゃなないい方が面白かかったかもしれないですねクワイトプレイスって怖いんですけどその家族の物語っていうところでも成功はい、はい、あそうですねあのクワイトプレイスも減れたりもうホラーなんだけど家族の物語っていうところが共通してて、はい、両方ともそのホラーだけじゃなくて家族の描き方としても よかったっていう、まあ、全然対照的なんですけど「うん、クワイトブレイス」はすごいいい家族の話で、うん、ヘレリータリーは嫌な家族の話 <laughs> な,、ね、嫌な家族の,のでな対照的だけどどっちも、まあ「クワイトブレイス」はいい家族をすごくうまくやっててヘレリータリーは崩壊する家族をとても嫌な感じにうまく描いてじ,<笑><笑>じゃあ2018年怖い一年でした土たさんには怖いものがた良かった時代いいですね ダイヤさんはホラー映画どうでした今年？今年そんなにたくさん見てない気がしますね。コワートプレイスとねアナヒレレヒリは見てないです。うん、はい。そう他にホラー映画今年見たっけ？覚えてないです。はい。ただし<う>あのコワートプレイスを見て一つちょっとまあ思い出したのはあれですね。あの、えー、とブラックミラーの何番でしたっけ？クロコダイル？ 違クロコダイルじゃないですか白黒のやつ。そそそそそう、ね、そう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 ,そうという輪ですねまあそれもあの「ブラックミラー」も12月二十何日で去年出たんでもうほぼ見たのは今年の1月なんですけどあれ結構なんかこう近いですねいわゆるポスターポクオリプス映画で何かしらの怖いものが残ってるっていうしかも静かにしなきゃいけないとか。うん 確かに似てますねその点では、うん、そうどっちも暗いし <laughs> かなりうん、うん <laughs> はい、そうですねあとあのゲーム原作の映画も今年も何本かありまして「ジュマンジウェルカムトゥジャングル」とあと「ランページ」ゲーム原作ではないけどゲーム関連ということで「まあ、レディープレイヤー1」もうこの中に入れちゃっていいんじゃないかなっていう感じですね,ですねあともちろん「トゥームレイダー」もそうですね、はい ジュマンジも、ね、あのゲーム原作じゃないですけどまあボードゲーム原作か、うん、<laughs> 私の中であれはゲーム原作です <laughs> あとシリーズ8ってあのキャストルバニアのシーズン2もありました <laughs> うんそうですねまあやっぱりまだクオリティにばらつきはあるかなっていう感じですよね、はい、まあ成功するよりは失敗する 子供がまだ多いいんじゃないかなかかジャンルですかねはいはい、はい、そうですねまあそれはでも昔だったら必ずゲーム映画イコール失敗っていうも問題だったんで、うん、昔に比べるとマシかなと思ってますした特にカストルバニアの質は相当高くて、うん、ものすごく面白いシリーズになってますとえー、っと何て言うかな「ランページ」も <laughs> これすごいなんかあの。 元の「ランページ」というゲームを覚えてるのは多分この編集の中で僕だけだと思うんですけど、うん、もう本当にこうニッチなものですしで日か日本で出なかったそうそう、ね、なんですけど B 級映画として見れば結構楽しかったいわゆるモンスターっていうかあの怪獣超でかい怪獣が、うん、とにかく街を壊す、うん、というものとして見ればまあ十分面白いかなと思ってあとドウェイン・ジョンソンのキャリスマ、うん が強いですねまあマンジもそうだったんですけどそういうところはすごくよかったそうですね「ランページ」私途中で眠くなっちゃった覚えがあるんですよそうなんですかかなりうるさい映画なんですけどうるさいですそうそうそうまあマンジもは良かった今回ボードゲームというよりはねもうゲームの世界に入るしねビデオゲームまあ私そのビデオゲームライクのところに関して 結構不満が多かったんですねいわゆるゲームワークちょっとうまく理解してないというか時代も合わないしいろいろあったんですけど、うん、まあトゥエイン・ジョンソンとジャック・ブラック良かったな良、うん、かったですね、はい、ジャック・ブラックが女性役やってるのは相当面白かったうん、うん、あとあのすごい真面目な優等生の女の子が すごいセクシーな。<laughs> そ,うそ,うそ,うそうそうそう。<laughs> お女性の体になっちゃうっていうのも全員良かったですね。はい。クラシックですよね。そういう入れ替えのコメディって。ブラックフライデーみたいな。ブラックフライデーでしたっけそう。昔の映画。ブラックフライデー。じゃあ、あの、劇場アニメ。はい。二メンバーミートインクレディブファミリーもいましたけど。はい。あとはシュガーラッシュ。はい。今年でした。 はい、あと日本のアニメでいうと細田守監督の「未来の未来」っていうのが夏のアニメでありましたし「うん、アニゴジ」もね今年完結アニ「アニゴジのニ」のしたのでニーツさんはは今年だよね,1位は今日ねあ2も今年ですあそっか多<分>そうですね「腰を食うもので完結しました」はいはい、アニメ作品全体的に見てどうでしたまあ それも、ねうん、ジャンルだけでいいともちろん実はばらつきなんですけど、まあ、特に「RememberMe、えー」まあ、Remember Me はもう本当にそこまで映画館で泣いた記憶ないです。うん、もう超泣いた,のは泣いたしかも試写会で <laughs> 試写会で見て他のメディアの,、ね、あの方々と一緒に見て皆さんの前で泣くのは恥ずかしいもの,のは,ず、うん、はずなんですけど左右見たらみんな泣いてるの。うん <laughs> だからそういう映画で実際あのもう一回あの家で見たんですけど家族でそれまだめちゃ泣いちゃってもうあんなに質の高いそして感動させるようなアニメーション映画って本当に久しぶりような感じましてそうですねピクサーもかそしてあの白人以外の待て、うん、か 人間をあんまり主人公にしないですけどベクザーって。<laughs> ね、けどその中でしかも悪人じゃなくて違うメキシコの文化とかを取り上げて、はい、あれだけスペインとかの受けとかスペインとかメキシコの受けとかもすごい良かった現地の人たちにもすごい受け入れられるようなものを作っているので、うん、まあ今度これからどんどんね今まで以外の場所とかにも行って。 欲しいなと思いますね。はい。ピクサー。そうですね。まピクサーは結構ねあの例えばメルメルダブレイブ、スコット、ファースコットランドじゃん。あとうね、まあそういえばねあんまりないですね。あまりないんですよ。まクイストリーは今まで見た車とかおもちとか。そう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 海の中の世界にファインディングにも。そうそうそう。確かに。まあ。 ていうかそういった文化的な映画と,いう Panther, Rich, とか、ブラックパンサー、クレイジー・ビッチ、リメンバー・ミーとか、結構強かったんですね。そうですねそれでそれぞれ興行成績的にも結構良い結果を出しているので、国内の時から、ね、ううパットマンも結構見られ,見られた,見られた評判に良かったそんなにすごく興行成績的にヒットしてるっていう話は聞いてないですけど、まあ先の評価自体は高いですよ、ねうん、なるほど。 インド映画の年としては、はい、多分日本では引き続きヒットをいっぱい出した年ではあると思いますねその辺はあのインド映画だけを取り上げた銀幕がありますのでそちらの方もぜひチェックしてくださいじゃあですね映画を一通り取り上げたのでドラマにもちょっと触れたいと思います、うん、はいぜひぜひ今年一番良かったドラマ選ぶなら一番一番迷うなぁ えーとねブラックミラーまず12月の最後の最後のところ出たんで入る入らない入れてもいいですよブラックミラーですシーズン4シーズン4しかもシーズン5も間もなくらしいんですね、うん、あの、まあ、ブラックミラーねもともと好きだったんでねあの昔からイギリスのもともとテレビ番組だったんですねテレビチャンネル4のシリーズだったんですけど、えー、ネットフリックスに入ってさらにこう なんていう予算が増えたみたいですね制作にかける予算とか、うん、今回豪華ですねそ<う>豪華なんですよねラインナップがあのだってえっと彼女えっとああ名前でとかないジュリージュリー,ユー,んジョリーフォスター今回 <laughs> ジュリー,ジ,ジ,ュリージュリーからちゃんとヒント <laughs> でもちゃんと届いたんですよジョリーフォースターがねあの一本あのえー 監督してその「ヘリコプター・ペランス、ね」ですね。とかあのまあその1本目1話目の「スター・トレック」のパロディのやつとかあの相変わらず面白いコンセプトを面白く描かれてしかもなんてアンソレジだから毎回毎回話は違うんで毎回毎回トーンもテイストも違うので、うん、怖いものもある。 面白いこう笑えるようなヒューマーラスのものもある何でもあるみたいなセレクションボックス的なものなんで、うん、あれはすごく良かったですなるほど私はですねデリーガールズっていうネットフェリックスのああ最近見たばっかりなんですけどそれこそアイルランドの話そうなんですあの北アイルランドので育つ まあ女子、まあ、女の子たちの青春物語なんですけど多分今年で一番笑ったドラマだと思います、うん、そうなんですか、えー、それは楽しすどういう。どういう意味で主人公の4人たち4人の女の子のグループがあるんですけどすすごいリアルなんですよねみんなそれぞれイケてないんですけどそのイケてなさがとてもなんかフィクション的じゃなくてあ本当にこういう子いるようにっていう感じのところで。 面白いいっていうのとあとあのもう一人あのイギリス人の男の子がいるんですけど彼はあの転校引っ越してきたんだけどあのアイルランドでの男子校に入れると危険だからっていう理由で、はい、あの女子校に入るんですど、はい、<laughs> っていうそういうなんかイギリス人をやたらこき下ろすギャグとかがやたらいトゲが入っあって。 笑えるんです、えー、それはね見なきゃいけないな見るべき絶対に好きと思うと <laughs>、はい、いうのはね多分あんまり知られてないんですけどこれおすすめですなるほど,なるほどあとですねどうしましょうグローだよねグロー、はい、グローのシーズン 2,、はい、2> もうグローのシーズンは好きだったんですけどさらに面白くなったってことですね、うん、やはりシーズン1で まあ、レスリングの話ですねジョ女,子女子レスリンスみたいな女子プロレスみたいな話なんですけどシーズン1でそのなんていう、えー、まあいわゆるそのせ設定話いわゆるこういうものですもう紹介してくれるようなシーズンだったんですけどもう内容も分かってるから、うん、あの今回はその具体的なところを見せてくれる彼女たちのその毎日とか彼女たちの、うん あのそのまあ、リングの中でもしかもその1話は、まあ、ちゃんとその番組の、うん、彼の作ってる番組の1話としてあの制作されてるものもあるとかいろんなより深いとこまでいけちゃう、うん、そしてその人間ドラマの部分も相当面白くてあの特に彼女主人公の。えっとルース。と あの彼はマーク・マロンの,やの,あの演じてるマネージャーというプロデューサーです、ね、のひどいやつサムでしたっけ、うん、あの結構その、まあ、2人の話も面白い、うん、ありえるみたいな感じだった、うん、そうですよねそ,うそ,うそしてグローはあの女性クリエイターが女性ですよねはいデリー・ガールズもそうなんですそうなんですかね <laughs> まあまあ内容的にまあそうだろうって思うかもしれないですけど女性が作ったドラマ、うん 私的には結構他にもも当たりのいいっぱいあっぱあて他で言うとあのアマゾンプライムで見れる「マーベラス・ミセス・メイズ」っていうシリーズがあるんですけどそれもあの女性のクリエイターが作っているものでもとても面白かったです。こちらもコメディーなんですけど1950年代とかですかねのえとニューヨークで暮らしているユダヤ系の家族の話なんそうなんです <laughs>。 えー、あのエビーとかもシーズン1は撮ってでシーズン2が最近出たばっかりなんですけどとてもあのギャグがほとんどまあユダヤ系のものに関するジョークなんですけどあんまり分からなくても面白いと感じてしまうそれってすごいことだなと思うんですけどあとそのファッションとかもすごいんですよ。 これ多分女性向けがすごくいいドラマだと思います。なるほど。あとはロスティンスペース。あ、はい。見た見ましたよ。ロスティンスペースはとりですよ。一話目がすっごい良かった。一話目だんだん、あの、ちょっと、一話目の感動からだんだんちょっとは落ちていくけど、全体としてはとてもクオリティの高い。SF の見せ方も結構お金かかってんなっていう感じでしたよね。はいはい、そうですね、まあ、あとあの元の,あの昔のテレビ番組の「ローストイン・スペース」の、まあ、いわゆるリ,リブートなんですけど、うん、昔のやつだったらなんていうかまあ本当にこう、まあ、ファミリードラマですね。うん、なんですけど今回は本当に SF のテイストが強くてであの前話に何かしらのサイエンス的な問題が現れて。 サイエンスで解決しなきゃいけないっていうのは本当に SF ティックなところだったんですね、うん、その辺すごくなんか好きだったな頭をちゃんと使ってストーリーを作ってるんだなと思ってあのロボットが可愛かったですねそう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 ロボットいいですねただしねあの学科利点っていうのは悪役の、うん、あちょっとだけ弱かったドクタースミススミスドクタースミスでしたっけそうですよね、うんなんか 演技がね演技のやり方もなんか一人だけちょっと違ったかな、はい、なんかやたらとドラマティックな感じで他のキャストと、ね、他のキャスト割とリアルめに演じてるんだけどはい、はい、そのもう一人その悪役だけちょっと漫画的というか確かに <laughs> か演技でちょっとちょっとずれて,なんてもう作品とフィットしてないかなっていうのはありました、はい、ドクタースミスじゃないですねこれは困っちゃった忘れた女性の悪役っていう、はいはい、そう そんなところですかねドラマでうドラマうんさっきカスルヴァニアの話したんだよねすごくカスルヴァニアは、えーまあ、ゲームが原作のものそしてアニメ作そして普通にドラマとしてどの側面から見ても相当レベルが高いなと思いましたうん、うん、シーズン2そうですねし,しかもシーズン1よりさらに良くて 物語がもっっと大きくなってなてんかシーズン1すごい好きだったんですけど、はい、まああれ序章ですからねまだ物語の <laughs> なのでメインの話が始まった始まったというか <laughs> そうです、ね、が見れるっていうことで、はい、あれは良かったですね話数が少ないけどその中で少ないのがいいかもしれないです、ね、少ないまあ少ないまあもっとあっても全然嬉しかったっていう感じですね、うん、あとごめんえっ、ー、と「ゴードレス」 ゴッドレス、の多分視聴者さんのおすすめでおいでいただいてみたんですけどあれはすごくいいんですね、西部劇ドラマで10話あったっけ、多分10話ぐらいあっていわゆる1本が多分ん50分とか1時間とか覚えてないんですけど、まあ、大体90時間ぐらい、合計の,、うん、あの西部劇映画みたいなもんですけど、うん、すごくいいんですね。うん、あの なんていう西ー劇ってそのアウトラーの世界なんですけどそのグッドガイがあんまりそんなにグッドでもないしバードガイは思い切りバードですし、うん、みんな歪みがあるような世界なんですけどリリアリスティックというそ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 う、まあ、西ー劇はその定番のところはそれなんですけど、うん、今回はまさにそうであのなのでその最後の最後のクライマックスその商談、あのグッド あんんまりそんなにグッドじゃないけどグッドガイアウトローのやつと、うん、超ひどいやつのフェイスオフが、うん、まあ基本的にはそういった映画のクライマックスじゃんいつも。うん、だけど10時間くらいあるからゆっくり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 そ,その展開はちゃんとワンラインでうまーくかけて、うん、なのでもう本当にこうテンションが高くなって最後のクライマックスはやばいあ本当ですかはい。 それいいですよねかなりおすすめですあ見ないとあと復活されたものでいうとシーラシラシラ日本人だとあんまり知らないけど知らないでしょうね私の子供の頃大好きだったなシーラあの昔ねヒーマンという番組あったんですよはいヒーマンはもうすごい大人気だったですねアメリカのテレビプレイヤー1にもそのヒーマンのネタが出てますあっそう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  男向けの番組なんですね、うん、あとおもちゃとかすごいたくさんあってもうとも一売れてたおもちゃですねあの時期だけど女性はあんま興味ないからヒーマンの、えー、双子のトゥインシスターを作りました <laughs> まシーラーシーラーは別の惑星に住んでるとか,だから全,然全く別の話、うん、<laughs> たまにだけクロスオーバーがあったんですけど シーラーがとても強いプリンセス・オブ・パワーというんですけど強い女性キャラクターとしてあの私の若い頃から見てるものなんですけど、えー、最近ネットフリックス独占でリブートされてこの今の時代に結構うまく合わせてるんですけど昔の様子も結構ある程度残してるというか守ってるような気がしまして、うん、結構いいですよ。 ううん、絵柄が可愛いですよ、ね、絵が可愛い絵が若干可愛いすぎると思います。あ本当もともとのやつは結構、はい、なんて言うんでしょうねなんか海外感がすごい <laughs> 海外アニメっていう感じの造形なんですけどアメコミっぽい、うん、あのその元のやつはね、はいはい、アメコミっぽいだったんですねま,まさに今回は、まあ、最近のアメリカのアニメは基本そうなんですけど日本のアニメからいろんな影響されてだけどアレンジして。 ちょっと違うものとして返してくれてるんですけどえなのでまあこれも、ね、日本の Netflix にも載ってるんでちょっとおすすめなんですけど、うん、特に娘と一緒に見てるんですけどそういったこう強い女性キャラクターってそんなにたくさんない特にアニメとかになるとうんなんかまあまあ日本だったら女の子向けのものがあ,けあるけどねあのプ,リプリキュアとかだけどそれより ちゃんとしっかり強い子ですね。シーラーは。の<ー>。まあ、<の>ワンダウーマンみたいなもん。なるほど。そうそうそう。なので。その辺は結構いい。と感じます。セーラームーン。セーラームーンかね。セーラームーン強いですよ。そう。<laughs> <て>でも、うん、うん。うん。セーラームーンの、ね、あんまり詳しくないですけど。結構ガーリッシュじゃないですか。うん,うん。まあれですよね。日本のものだと。 戦隊ものっていう感じで、うんはい、なんか五人ぐらいの女の子がいて。まあ、おバカなこと、頭のいいこと、セクシーなことっていう感じで、なんか分かれてるんですよね。はいはい、<laughs> それぞれ、タイプが。はい、誰か好きな子がいるみたいな感じなんですけど、ねどね、まあ、それよりは一人のキャラクターで。でシーラーも、こう、周りの友達たち、こ基本的に全員プリンセスたち。ああね、いろんな国のプリンセスだから。うん、基本的には全員。 ほぼ全員女性なんですけどまああとすごい女性っぽい男の友達がいるんですけど <laughs> あの一人ね棒なんですけど基本的には女性なんですけどね何て言うかなあんまりこう可愛らしい子じゃなくてみんなそれぞれの強みがある子一人のお友達のグリマーという子も結構こう何て言うあんまりこう体が細めじゃないこうちょっとまあリアルな。 うん、あの姿のある子であのでもまだなんていう10代ぐらいの子ですねなのでいろいろシーラーとか他の人たちに憧れてるんですけど自分もどうやって強くなるのかいつもな、うん、悩みがある子なのでああなるほど、はい、確かにその辺のところ海外のものの方がもしかしたらセンシティブなのかもしれない、ね、まあそうかもしれない まあそれを見てて比べてみると,い,い,、まあ、といわゆるそのセーラムーンとかプリキュアはもう少し多分若めの,あの、うん、ターゲットだと思うんですねシーラーはもう少し上っていうか、まあ、懐かしいてて時代前半後半ああなるほど<す>っていうのがドラマですかねはいではあであドラマっていうか、うん、あのアニメドラマそうで,ですねテレビシリーズということで、はい、最後にあの来年の期待作に触れて 終わりたいと思います。はい。ゲームスローンズの話できるよね。はい、そうなんですよ。<laughs> ドラマで言うともう一番最初に出てくるのはゲームスローンズが完結するっていうことですね。はい。まあそれ以上はもう言う必要ないと思うんですけど、<laughs> ゲームスローンズなんでっていうところ。ああ楽しみっていうか楽しみだけど最後だから悲しい。悲しいですね。ちゃんと綺麗に終わってほしいですね。もうそれだけです望むこと。<laughs> どうでしょうゲームスローンズ綺麗に終わらないでしょうね。 まあというかあのすごい不安なんですよ今までの、はい、これまでの展開であとワンシーズンで本当にいいのかっていうのはあるんですけど多分すっごいスピードで進むと思います録話だけだよね確かそれぐらいですよね短いと思うんですけど、えー、そうとんでもないスピードで人が死んでいくと思いますやべえないろんな <laughs> いろんな頭首が飛ぶ弾が飛ぶ <laughs> そうですね、まあ、あとドラマで言うとあともう一つ楽しみにしているものがありまして。 キングダムっていう韓国のドラマが、はい、あの、そんな先じゃないですけど、一月25日に配信されまして。うん、これ結構海外で注目を集めてるようなんですよ。あ,あの、歴史ものなんだけど。ゾンビ。<laughs> ゾンビなのか、ちょっとあの、はい、謎の奇病。あの昔のゾンビの話ね、もう、その有名ですね。昔ゾンビいっぱいいたんだよね。感染したものを化け物に変えてしまう、はいはい、謎の奇病が流行る。 っていう話なるほどであの横剣とかも出てるんですけどなかなかビジュアルが面白くてはいなんか人がなんか人間のピラミッドみたいな感じの映像とかも出てくるそういうので <laughs> ちょっと楽しみですこれなるほどなんかダニエルさん楽しみにしてる、ね、楽しみにしてるものを「アベンジャーズの解決」はい「スパイダーマンのスパイダーバース、うん、イントゥスパイダーバース」<あ>えー「スター・ウォーズエピソード9」はどこまでって 期待していいのかかかどこまででで楽本当に分かんななす情報ないですよね、はい、ちょっとあの、はい、前も言ったかもしれないですけど最後の時代ではかなり満足してしまったので、うん、私の中ですね <laughs> あの「スター・ウォーズ」の大ファンの私にはいろんな悩みがあるんですよ、うん、心の中で <laughs>、うん、あのまずですね今回 j j a イブラムズがまた監督するんじゃないですかそうです、ね、カムバックしますカムバックしますいうかそれはね途中での変化あってそうですねもともとジュラシック・ワールドをのワールドシリーズで知られるコリン・トレボボロ、はい、<laughs> だったんですけど<う>まあクビになって変わったっていう形ですコリン・トレボロじゃなくてよかったですよっていうのはいやそ,れはそれはどうかはちょっと分からないけど <laughs> 少なくても <laughs> J.J.A. ブラムスですねすごい安定してる監督と思いながら、うん、あんまりこう素晴らしいあのとんがってるようなものもあんまり届けてくれないようなうんそうですねとんがってるのはいいライアン・ジョンソンの方なんですよそう,そうそうで特にあの「フォースの覚醒」だったらあのエピソード7、うん、だったら J.J.A. ブラムスが監督してまあ安全なスターをぜいがあの昔のそのプリクールの問題いろいろあった上で ちゃんとファンが期待しているものを届けようとして届けたけどそれはそれでいいかもしれないんですけど、まあ、そこまで面白くないっていうかどっちかとといいうとライアン・ンンジョンソンがすごく作作りたい映画を作ってくれたでそれでファンの中でいろいろ評判が差がすごいあったんじゃないですかあの映画すごいディバイシブな映画な,で、ねでね、なのでまた J.J.A. ブラムスが戻ってくるっていうのはその、まあ、本当にこう 不思議な気持ちです、うん、まずまた、うん、磨かれすぎた映画になってしまおうと残念という気持ちなんですけどまあでも彼が何て言うその、えーまあ、今回その三部作を、まあ、立ち上がった、うん、でちゃんと同じ糸が締めるのが嬉しいこと、うんそ,ね、そのコンティニュエティが、まあ、こ今回の三部作にない。 うん、と思うので、それ嬉しいところ。JJ イイブラムスへのなんか批判とかの一つになんか始めるのはうまいけど締めるのはあんまり得意じゃないっていうのが<ー>とか言われてるのを聞くっちゃ聞きます。どうなんでしょうね。まあエピソードない見てないと、うん、見ないと分かんない。結構ねこの間あの最後の時代一年ぶり見たんですよ先週。うん、すごく好きだったでも全然好きじゃないところもありましてあの。 スペースレイヤーとかに、ね、<laughs> <laughs> レア被害が、ね、<laughs> 変なことをしてしまうとなんですけどまあでもパーソナルな映画というかその本人が本当に作りたかった映画だとちゃんとまあ理解すると思うしビジョンがありましてねで一つ持ったのはその j j a b r a ブラム s の「フォースの覚醒でいろんな「スターウォーズのモチーフとか「スター・ウォーズのその例えば、えー「スターファイター t e スペースシップの使い方とか、うん、見せ方とか、うん、そういうとこうまい。うん そのなんていう大きなそのテンプレート的なものテンプレートになったところうまく利用したけどライアン・ジョンソンはどっちかというとそのキャラクターたちちゃんと理解してちゃんと利用した例えば j j a b r a ブラ m スの「スターウ Wars」だったら、まあ、レア姫すごい無駄に捕まれちゃった全然活躍しなかったですねしないなだけど最後の時代はいやこれはプリンセスレアだぞというレア姫へのその 愛すごく感じたので,、うんでねまあ、ルークとかに関しては多分一見が分かれるんだと思うんですけど一見は分かれると思うんですけど私の中では本当に大正解だった,納得した私の中ではそうそれは、まあ、ルークのいろいろアウトカムもあるんだろうと思うんですけど、まあ、それは一つとして全然ありと思いますし、うん、最後はルークはね本当に最後の最後の最後のところでヒーローになるじゃん。 そのヒーローになるためにいろいろ辛いことがあった、うん、と思うので,そうです、ね、まああれですよね6で終わってればもうハッピーエンドだったと思うんですけどループの人生って7作っちゃったから7であの展開にしちゃったから、まあ、その締めとしてはまあ。 しかないじゃん。ね、だってセ,セブンの設定ではルークは逃げちゃってるからさ。そうそうそう。まあ創作作っちゃったからね。ね J.J. グラム。そう。なので、まああとはですね、そのエピ、ごめんちょっと話長くなっちゃった、ね。スター・ウォーズ。私も <laughs> スター・ウォーズなんで。創作ない。あのなんていうんですかね。その元のその、えー、制作のはめの段階、まあセブンは半ソロの話、うん、エイトはルークの話、ナインはレアの話だねというふうには。 考えてたらしいんですけど、まあえっ、ー、と、えー、キャリーフィッシャーがいなくなってしまったとのことが、まあないにちゃんと活躍できないのは、ある程度少しねあのなんていう？不、え、手、ー、残ってる,フテージてるみたいな感、ね、なんですけど、それ本当に私の中ですっごく残念なところですね。うん、まあどうしようもないところなんですけど。ですね、な,なので。 いろんな複雑な気持ち持ってますエピソード9に関してはマジでそうですね、まあ、あとエピソード9の後に1 0 1 1 1 2って続くのかどうかっていう <laughs> あのどっちかっていうとね<え>そのアンソレジー的なものまあローグワンから始めハンソロ、うん、えわ、ー、になってるけどオビワンケノビーとか、うん、あのまたはテレビシリーズのジョン・ファブロンの担当するマンダロリアン、はい、または 全く情報出てないんですけどあのライアン・ジョンソンの新たな3部作とあとゲームをするローンズのクリエイターの,のシリーズテレビシリーズですかあれも全く情報出てないですね出てないですねでも私の中ではまあそういったものの方はおそらくいい気がしますメインシリーズより、うん、メインシリーズ飽きたメインシリーズ飽きたんじゃなくて <laughs> まずメインシリーズを生まれ出した人はいなくあの離れちゃったのジョージ・ルーカースが、うん、だから まずその同じストーリーじゃ,じゃなくなりました。もう今ははっっきり言フファンンィクションですね <laughs> それはそれでいいんですけどあの同じキャラクターたちを同じ、うん、ストーリーを続ける必要はないと思いまして特に「スター・ウォース」ってすごい広いユニバースなので、うん、あのできることいっぱいいっぱいいっぱいあるはずですね。 あれだななんかハリー・ポッターファンにとってなんか呪われた子どもたちがファンフィクションみたいな感じでファンタビューはファンフィクションは、まあちあんまりうん <laughs> <laughs> はいあと期待作でいうとあのアカデミー賞関連で上がりそうかなっていうものでいうと、うん、あの女王陛下のお気に入り「ヨルゴスラン」ティ言ス監督の最新作とか、はい、これ歴史物ですね18世紀のイギリス舞台で。 アン・ジョー王の女王様の長期争い合うっていう話エマストーンが出てるんですよ、ね。なるほどっていうのとまああと「グリーンブック」っていうものも3月公開なんですけどこれもアカデミー賞で上がるんじゃないかと言われているものですね。うん、ジ,ャズジャズピアニストと用心棒黒人のジャズピアニストと用心棒の話。1960年代舞台ですね。ななるほどかな まあ、あと3月に「ブラック・クランズマン」っていう実話をもとにしたスパイク・リーの作品が出ます。あはい、あのこれは白人と黒人の刑事が KKK に潜入捜査するっていうそ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 ,うそ,う <laughs> それはね面白そうですよね面白そうなるほどねいや結構あるんですよねあのまずヒーロー映画多いんじゃないですか来年もそうですね、まあ、アベンジーズもそうなんですけど、あのー、シ,ャシャザムシャザム DC 映画ですね DC 映画楽しみです,ですこれ。 しかも「カプテンマーブルも出るんじゃないですか来年はい出ますでシャザームの元のコミックの元のタイトルカプテンマーブルだったんですよだから「<れ>カプテンマーブル a 2つ出るよ,よ、ね、そうそうそう、ね、DC、ね、コミックスが作るのに、ね、<laughs> そうそういろんな権利の問題今まであったらしいので今は「シャザーム」というタイトルになってますとなんですけどまあそれぞれもすごい楽しみですねシャザームはあまり多分知られてないものだと思うんですけど子供14歳の子供が魔法で 大人のヒーローになるはいはいまあビッグ昔のビッグという映画あったんじゃないですかトマンクスの名作ちょっと似てるようなそう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 版みたいな感じですねそう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 そはそコメディうそうそのそう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 でうそうそ これからの DC がどうなっていくのかっていう点でもこの辺2つ楽しみですねはい確かに確かに、はい、あとはえー、っとゲームああごめんヒーロー映画で言うとねニューミュータンスも始まるんだよねああ<ー>えっとあ<の> X メンのスピンオフホラー3部作 あ,あ、あそっか。三部作っていうくくりなんですよね。はいはい、なんかその辺その辺あれですよね。あのフォックスの買収で、その辺のプランはどうなるのかがわかんないですよね。あまあまあ、こういう予定通りに公開されるのか、うん、それってあのダークフィニックスって入るんですか？うーん、忘れた。何でも x-men そうかダ,ダークフィニックス別の気がする。多分別ですよね。うん ダークフィニックスと,とあとニューミュア・ダンツも多分来年かな来年からだと思います。1、はい、本目は来年だと。そうですね。ゲームスローンズのメイジー・ウィリアムズが出てるんですよ。なるほど。いいですね。メイジー・ウィリアムズいいですね。あとはあのいいホラーテストということで、はい、あのローガンは X メンだけど西部劇テイストだったっていう同じように今回は。 Men、だけどホラー作るっていう、はい、ところからスタートしてるのでとても楽しみです、うん、興味深いですあとゲーム関連のもので言うとね名探偵ピカチュウメ探偵ピカチュウはいとこれ来年何でしたっけソニック実写版ソニック実写系がね、はい、多いですねはいピカチュウ楽しみですよ私ピカチュウ楽しみですねなんか大,大胆じゃないですかはいはいがやってることが メイタンでピカチュウの声をして、ちょっと貧肉的なポケモン映画。しかも初ポケモン自社版映画ですね。そうですね。まあしかも毛がピカチュウをね、はい、毛を毛をハゲさせるっていう可愛、はい。可愛い,い, <laughs> い,いですよね。いい最初ショックでしたけど。<laughs> 私の中ではそんなにショックじゃないけど可愛い,い。 ソニックの方はもう毛は毛は生えてます。ソニックまだ白い手しか出てないから、そうですね。目が見えないけど、全体像が分かんないです。その白い手自体かなり怖いですね。ソニックの体じゃない。うん？人間っぽいです。人間っぽい。猿っぽい。サっぽい。これはそうそうですね。はい。ちょっと恐ろしい感じでもありますけど。ちょっと不安。うん不安なんですけど。まああとは。 あのピーター・ジャクソンが制作を務めている「モータル・エンジン」っていう SF 作品も来年公開されますああこれ作品の設定が面白くて都市が都市を襲うっていう設定なんですけど、はい、でなんかどうやらロンドンが悪役らしいっていうあなるほどあロンドンがえそうロンドンが悪役でロンドンを止めろっていうセリフが出てくるんですよそうなの やめてくんかまああの海外のクリティックの評価だとまあまあまあかなっていう感じのレビューが出てるんですけど楽しみです私はたまにあるじゃないですかこの映画の中でその舞台例えばニューヨークが舞台だったらニューヨークがキャラクターの一つになってますとかいや文字通り文字通りそれ面白いなので発想も面白いのでこれ楽しみですねあとディズニー系で言いますと「実写版アラジン」が6月に出ました これあのウィリス・ミスがジーニーなんですけど、はい、あのこの前ちょっと前に実写版のメインキャラクター3人のビジュアルが出ましてジーニーがね人間なんですよウィリス・ミスまんまなんですけどす、ね、実際には CG でちゃんと青くなるらしいんですよ <laughs> なのであのウィリス・ミスが「安心してね」ってインスタグラムで投稿してま,した、okay. まだあんまりあのティザーしか出てなくて。 ジーニーの本当のビジュアルとかも出てないしジャズミンもまだ出てないのでまだまだわからないけど、うんうん、楽しみっちゃ楽しみですなるほどどうなるかち,ちなみに実、ね、写版のライオンキング言って出るそれ来年じゃないんだあ,来、ね、あれも来年かなそう言われてみれば来年かなと思ったんですけどあとはあれもねあの予告編は本当にその元のライオンキングの,あっちの方が出してますもんねそ<う>あっちの方が映像出てますもんねそうなんですよ まあえっ、ー、とどっちもアラジンもそうなんですけど映像を見て本当にアニメのまんまアニメがストーリーボードになったようなまんまで感じがありましてそうそう,そう本当に本当の動物に変えただけっていうかそうまシンは可愛いですよねそう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 まああれもそうだったんですねえっ、ー、とビューティーアンドザビーストは成功すごい大ヒットしたので。うん

どういう話を描けるのかっていうの、あのおもちゃが実はあの生きているというストーリーになるかなと思います。実は生きていた？あのおもおもちゃたちが人間にバレるとか、うん、人間がいない間におもちゃたちが実は自分の生活せあの生活があるという話になるかなと思います。<laughs> いつも通りいつも通りなんですけど、はい。それなければショックだね。そうですね。はい。少なくても。 まあでもあのすごい感動的なエンディングになるっていう声優がみんな言ってるので期待値上げてくるなって思うんですけど公開前からです,、ねはいはい、ですよね、まあ、<laughs> まあなのでじゃあ感情的な物語なんでしょうしい、はい、ということですねまあそんなところですかね楽しみな作品ははいまだまだあるけどあるけどまあこんなところだと思いますはい、はい、それではですねあの皆さんもぜひ来年の期待作とか 今年のベスト映画ぜひコメントで教えてください、うん、ぜひぜひあとねあの我々の、えー、個人ベスト映画の、えー、トップ5、えー、土方さんと今井さんと私の3人そうですね<の>3人のトップ5の記事を近々掲載しますので、はい、そちらの方もぜひ IGNJAPAN のウェブサイトでご確認くださいぜひチェックしてくださいあの今回の番組でステルスであの触れた作品もあるかもしれないです ありますね <laughs> <laughs> はい。はいそれでは今週の銀幕にポップコーンをここまでにしたいと思いますていうか今年の銀幕にポップコーンにここにしたいということですねそうですねはい。2018年これでおしまいです、はい、また来年もよろしくお願いします、はい、ご視聴ありがとうございますまたまた来年待ってます